こんにちは、あいうえおわごんです。今日はタイタンスピーカーマンの書き方を教える。じゃあちょっとこの紙に書く。じゃあまず証のあれみたいにこんな感じ。丸書いてちょん、丸書いてちょん、大豆が3個だから。で、ちょっと僕、明石の書き方と違って、こういう風なのをして、2.0 ですよ。で、ここにこういうのがあって、こっちに回る。で、こんなんあった、なかったっけ？こんな感じ。まあ、色は塗んない。あ、やった。まあ、こんな感じ。ちょっとポチポチする音は気にしないで。ちょっと手邪魔でごめん。で、怖っ。で、で、2.0 こんな感じで、足はちょっとまあ変だな。で、だいたいこんな感じで、ここに10を丸くなっちゃったじゃん。僕は適当な感じで、僕はこういうのとさっきのと書き方が違う。もうこんな感じで、タイタンスピーカーマンの書き方終わり。